どんなに雪が降り積もろうとも、恋の花が咲き乱れる春はやってくるんだよ。なんか、カナメくん臭いよ。そういう臭いじゃねえだろ。今日一日、みんなの先生になってくれます。光一先生と、アキラ先生です。よろしく。はい、よろしく。まずは絵本を読んであげてください。なんだよ、あいつ、いきなり俺の香織先生と親しげに話しやがって。恋って儚いよね。まだ終わってねえよ。お兄ちゃんね、君たちぐらいの時これ読んで泣いちゃったんだ。白雪姫かわいそうって。俺はそんなことになる前に魔女と戦ってやるよ。すみません、この子お金で全て解決できると思ってるんで。武力で。モテモテだね、君のライバル。ちょっと背が高くて顔いい方だからって調子に乗ってんだよ。恋には障害がつきものです。初恋は実らないって言うじゃないですか。フォローになっていいよ。ああ、一人で平気。ビーって。ああ、なんか俺嫌われてるね。あ、そうだ、先生のと合体させて雪だるまにしよっか。大丈夫ですか？大丈夫？お前なんかに心配されたくねえよ、バカ！俺だって香織先生を助けられたんだからな。かっこいいよね。戦って守ってあげるんだもんね。かっこいいよ。自分もいつかこの人みたいになれたら。